中井さん、こんにちは、久保です。メールをありがとうございます。やっぱね、私からの返信はこうやって動画がいいかなと思いましてね、まあ、中井さんがね、私の動画本当によく見てくださるなっていうのが冒頭のね、私の確かにこの動画あげたなっていうタイトルで、はい、わかります。本当に恐縮でございます。これからもですね、ちょっとこう私は室内だけでなく、今日ちょっと屋外の方でね、大和くんとの、まあ、散歩中の動画を出してみたんですけども、なんか思わぬ好評といいますか、ああいうシチュエーションもいいなと思いまして、ちょっとね、外出してるところの動画をこれからちょっと出していこうと思うんですよ。ただね、私広島に住んでると言っても、今はですね、以前と違って市内中心部じゃなくて、結構ね、山間部っていうか田舎なんですよね。ですんで、田んぼとか、うん、それから山とかね、海とか、ああいったものになってきますけども、まあそれもね、あのお楽しみいただければと思います。中井さん、いつかこの街でね、共に歩けることを、うん、願っております。まあ今はね、ちょっといろいろありますんで、それから私の方がね、中井さんのところに遊びに行くかもしれませんね。その時までごきげんよう。ごまっ